みなさんこんにちは、あこです。みこです。あこみこです。はい、ということで今日は私の持ち込み企画です。イエーイイエーイはい、ね、乾燥肌なんですけど私が、そんな私がいつも使っているスキンケアグッズを紹介したいと思います。朝はこちらのビオデルマのイドラビオH2O のクレンジング水を使ってます。これすごいいい、本当に本当にすごいいい。でビオデルマのこのシリーズがサンシビオとセビウムとイドラビオがあるんですけど、私がこの乾燥肌用のイドラビオっていうのを使ってます。でなんかサンシビオっていう赤いやつ、パッケージが赤いやつがあるんですけど、ね、まあ、それが結構一番メジャーな、メジャーな敏感肌用らしいんですけど、で緑のやつセビウムっていうのが敏感オイリー混合肌用のやつみたいで、私はこの乾燥肌のやつを使ってるんですけど、朝の拭き取り洗顔として使ってるんですけど全然乾燥しない。本当にこれを使う前に使ってたやつは拭き取りした後に結構パキパキになったりやっぱ乾燥したりするんだけど、もうこれは化粧水を塗ってる感じ、本当になんか逆に肌にいいんじゃないかってぐらいのやつ でこのポンプ式、私はなんかこういうやつにコットンつけてこうやってます。化粧する前はこちらの無印さんのなんだっけ、この高保湿タイプみたいな、有名なね、敏感肌用のね、そうそうそう、これを化粧水塗って乳液塗ってから。これはとろみのある感じのテクスチャーですよね。なんかアルコールフリーだし優しいんだよね、とにかく。朝ってやっぱり油焼けしちゃう可能性がある乳液とかもあるじゃん、クリームとか。だから一応選んで買わないといけないなと思ったんですけど、やっぱ一番自然なのがいいかなと思って無印のやつ使ってます。続いては夜最初に塗ってるのがこれ、洗顔した後にこの化粧水を塗ってます。アクアレーベルのホワイトアップローションのしっとり、なんかすごくしっとりみたいな、とてもしっとりなやつもあるんだけど、私はしっとりのやつを使ってます。へー、夏はこのアクアレーベルの水色のやつ、わかる？知ってる？冷たいやつで、そうクールなやつを使ってたんですけど、やっぱ冬はね保湿が大事だから、まずこれ使ってその後にこの2種類を使ってます。このメラノ水性ですね、これはのクリームのやつ。あ、へえ、クリームあるんだこれ。そう液体のしか知らない。前液体の使ったんだけどもうなくなって買いに行こうと思ったらクリームが出てて、じゃあクリームいいじゃんと思って、なんか液体のやつほど柑橘系の匂いがあんましないのこれ。そんなしないでしょ。こんな感じで手の甲にのせて5点置きしてからほぐすように使ってます。やっぱ私みたいな乾燥肌の人とかってシミができやすいらしいので、まあ、もう若いうちからこういうのを塗った方がいいなと思って。でもビタミンってなんか朝塗ると良くないみたいに聞かない、だから紫外線をね受けやすいから、ね、そう吸収しちゃうみたいな、だから夜使ってます。でこっちはイソグラボンのアイクリームです。もうクマとか目のくすみがやばいから寝る前と化粧を始める時にも使ってる。そうなんだ、寝る時にしか使ってない。これ塗るだけでちょっとパッと明るくなる感じが、このクマとかも乾燥だから、シワとかもさ、だから常に保湿しとかないとって感じ。最後に塗ってるのがこちらのビオデルマのイドラビオのモイストクリームを使ってます。これはただの保湿クリームで、私乳液夜使ってないんですけど、固めのテクスチャーなクリームで、もう完全にもう潤いを蓋するみたいな感じで、ちょっとニベアっぽい質感。あーで、こういうヘラがついてるんですけど、あんまり意味ないかなこれは。あんまり使ってないけど、拭き取り化粧水と同じところのやつ使ってます。これのサンプルで化粧水ももらったことあったんだけど、めっちゃ良かった。もうなんか塗ってる感がないの、
吸い込んでってるの肌が。もう本当だから次これ終わったら化粧水もこのシリーズに変えようかなってぐらい、これがすごい今いいなって思ってます。結構おすすめ、乾燥肌の人にはこのクリーム最強だと思ってる。最後なんですけど、この週に1回ぐらいにコットンパックをしてます。最初にこのシュッシュッシュッってやるタイプのやつ、これ詰め替えたんですけど、ただシュッシュッシュッってやってからこれでコットンひたひたにしてこう貼り付けて20分ぐらいとか置いたりして、ベハクになるっていうのだったりとか、ニキビとかできにくくなる。そうそうそう、でもやっぱアルコール入ってるから使って肌荒れちゃうっていう人もいるみたいなんだけど、私は荒れなかったんで、結構安いしいいと思う。ハトムギはポンプ式とスプレータイプで使い分けてます。乾燥はね、女性の敵なので、乾燥肌の人はぜひ参考にしてみてください。皆さんも乾燥には気をつけてください。今日は私のスキンケア紹介でした。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。2人のツイッターのアカウントもありますので、よかったらフォローお願いします。じゃあバイバイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい。